ゆか、たちゃん、どこ行くやろ。あ、ゆくも行こうか。何やか。おはようございます。おはようございます。今日はなんとなんとなんとですよ、めちゃくちゃ珍しいことが起こりましたよ。そうなんですよ。なんとひーくんが、そうなんですよ、お出かけに誘ってくれたということ。3人でなんと、大阪の吉本新喜劇見に行こうぜって言ってもういきなりチケット渡されて、私小学校ぶりなんですよ、はいはい、新喜劇見に行くの。行ったことあります？ないです、一回もないです。あと明石家さんまさんとか見に行ったんですけど。へえ、楽しみやな。すごい楽しみ。俺は初めて見るから。まあもう定番のやつばっかりでしょ。こう邪魔すんでやろ。邪魔すんなら帰ってやろ。こうでこう一緒にこけなあかんってやつ。今日はそういう3人のね、大阪のデート、大阪旅、イエーイ。だけどちょっと美味しいもんとかもあったら、やっぱ大阪ってやっぱり串？そうね、串カツとかね。イメージ？だからちょっとその辺とかもあったら食べたいし。天気が心配よね。そう、ただ天気がね、もうやっぱこの絶賛台風なんでね、これがどうなるかっていう感じやけど、なんかでもまあなんか消えたっぽい説あるけどね。上に行くごとに弱まってるからね。さあ、やったるで。やったりますか？やったるで。グリコ行きます？やったるで。あれ？あ、ニコ、水飲んでんの。ニコ行ってくるわな、ニコ。腹、疲れた。疲れた、ニコ。あ、あら、あら、あら、ニコ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 。ニジちょっと帰り遅いけども、頑張って待っといてよ。ご飯入れといたから、たくさん。あ、ニチャニチャニチャ。ニチャニチャ。へへ。ニャー。嬉しい。シュベベー。最高。はい、行きますよ。これミリーが掃除したのに、すごいだこれ。猫を飼うということは、こういうことを覚悟しないといけない。そういうことです。というのと、それ電車やね、先生。もう時間電車なんでね、いつもの我々みたいな余裕ぶっこいてられないんで、ね。なんじゃーん。レジャーはここ、あ、レジャー、あ、レジャーここ一緒に行くか。はい、レジャーは、お姉ちゃんはお姉ちゃんどこ行った？お姉ちゃんも上です。じゃあみんなおいしいするよ、ママと。おいで。行くよ。行く人降りてきて。ママと美味しいする人。はい、賢いね、あんた。はよー。はにこ賢いな。みんなでポンチュールやな。はい、もう一回降りてきて。はい、じゃあ降りてね。はい、降りてね。よいしょ。はい、これね。はい、三人で一緒に食べなさい。姉ちゃん。はい、兄ちゃん。あらー。嬉しいなー。あ、ニック砕いてる後ちょっと早い。やばいやばい。ニックもうない。丸飲みするやん、ニック。じゃあ、ニックスープで。ね、あの子、おっちょ。あ、やばい、取られる取られる。ダンちゃんはやっぱ早いわ。それでも。あるく頑張って。いいなー、あるく。よしよしよし、頑張ってな。はい、ほならな、あんたら美味しい人からな、行ってくるよ。ちょっと待っといてよ。ほいだろ先生、電車まで行きます。あ、そうやな、それでいいかな。それでちょっと履けていってみ。そう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 、いいね、いいね。何やってるよ、ほら。ちょっと上手かったし、ほんで。俺より上手かったし、普通に。大阪生まれやで。ええな、なんかちょリズム感あったもんね。舐めんなよ。何よし、おはようございます。今日はありがとうございます。ちやばいば、こんなん映さないでよ。映すわよ、これ。今日は3人旅の Vlog でございます。はい、よろしくお願いします。はい、ほな、じゃあ行きましょう。日本橋に到着でーす。誰もいい日。なんで？台風やからかな。結構雨降ってない。今すごい切り抜き、すごいの撮れたね。切り抜きみたいなんでできたけど。花火みたいな。
見てこれ、えぐっ、もう何回切ってもえぐいな、すごいね、仲いいな鳥貴族ジャンカラ、うわすげえな、牛角170円、生ビールとプレーサーが170円、あれちゃん50ミリのコップとか出てくるんじゃん、なあ、すごい、えぐ、すごい、えぐいっすね、プレモル1杯180円、どうなってるん、物価どうなってるん、お腹すいた、腹減ったな、あ、これ、到着、今日これすごっ、かまいたち、かまいたち、さあじゃあちょっと楽しみましょうか、そうね、ちょっと一回乾杯にしたんですけど、もう一回まさか乾杯にします、170円、安すぎ、やば、安すぎ、せーの、狙ってたやつ、すごい、すっごい、何種類あるの、7種類、これいつも今度買おうじゃん、そう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 、食うやつ一番欲しかったやつ当てました、ましたよいしょよいしょ、すごい、はい、行きましょう、まず誰、トットの忠彦、誰誰、寺内、全然わからない、全然わからない、お、次、なんか、あ、え、お、え、金って絶対な、38枚かかる、ウルトラレアカード一番上、レバラマン、レバラマンか、レインボー、せーの、マジカルラブリー、誰、あ、じゃあ、ビスケットブラザーズや、え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 、金は絶対出るんじゃないよ、出へん出へん、あの人ケース買っても出へんことある、すっごいイグイ、イグすぎるんやけど、アボカド、チーズしそ巻き、長芋しそ巻き、玉ねぎ、豚バラしそ巻き、牛とアスパラギス、ありがとうございます、ピーコ、ここつけていいかな、そうです、入れないでください。あ、本当ですよ。これは何？肉しそ巻き。これ。一杯一杯で。はい。いただきまーす。どうですか、アボカド。めっちゃ美味しい。じゃあホタテバター、サーモンカルタ、はい、あります、あ、こっちが鶏で、こっちのイカのしそ巻きになります。ありがとうね、うん、じゃあまあ、これなんやろ、玉ねぎ、見てご飯さ、こんだけしか、いや、まだ来るっていうことですよ、助けて、少しだけ助けてくれ、頼むよ、かしこ、勝つだけ、今日は帰りにリクロールさんのチーズケーキ、はい、じゃあ次は3人でよろしくご覧ください、すごい前の席やな、かまいたちといるんですよ、山内さん言っていいんかな、濱家さん、濱家って言っていいんかな、だからどっち知ってました、知らん、絶対言わんよ言うわけない、さあ、今から花月へ行きます、行きます、楽しんでください、先生、うん、見て、人いっぱい、やばいよ、見てきました、はい、見てきました、漫才と吉本新喜劇、どうでしたか、かまいたちさん見ました、面白かった、面白かったですね、これ見て、あ、すごいな、それ撮ったもんな、ヒークも撮って、これね、新喜劇の時にすちこさんが飴を巻いてくれるんですよ、で、最後の1球って言って投げたのを私ゲットしたんですけど、さすが、すごーい、
今からどうするんですか。今からちょっとお土産買って10年ぐらい、はい、また飯食べに行って帰りますか。はい、はい、ということで今日はお腹いっぱいと、はい、これはこれはプルパイ買いました。リクロージさんのねお土産、はい、うちも今日は楽しかった。ありがとうございます。楽しかったです。面白かったし、漫才も。次、海原安代友よちゃんが出るときに見たい。見たい見たい。もうや。もうや。行きたいなってちょっと思ってる。いうので気をつけて帰りたいと思います。はい、今年はダンちゃんとアルちゃんとニジ君をお楽しみください。はい、行きます。さよなら。やっと帰ってきましたよ。疲れたね。よいしょ、あんたら待ってたじゃん。さあ、待ってたかじゃん。はにゃくーはにゃくーはにゃくーだけーにゃにゃはにゃくーはにゃくーにゃ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 にはにゃーはよ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 ーよーよーよーはいどこったはにゃにゃちょっと写真見てもん動画とはにーはにーくーにーくーにーくーくーにーくーくー待ってたか待ってはい、じゃあチュールしようか。おいで。はい、じゃあもう一人はい、次さあ、行けんのか三人も行けんのか、お姉ちゃんも食べんのか。はい、肉肉肉、うわすごい肉。俺だ俺だっつってダンちゃん探してる探してる、ダンちゃん探してますよ。あれあれないぞ、言うてないぞないぞないぞ、いっぱい落ちてるぞ。よいしょ、出るよ、みんな、はい、食べて。はい、みんな食べて。肉が一番ツヤ出てる毛、すごいこの子綺麗、ほんまに。なんでこのツルツルなんですかね。一番ブラッシングしてないのにね。ツルツル。はい、おしまいです。あ、今日の旅行はどうでしたか。最高。そうそう、誰も見て。はい、そして私の大好きなリクルアリスー、すごい。日本食べまった。あんま行く機会ないからね。消費期限がもう1日2個食べます。ということで、今日は非常に楽しい大阪、息子と3人の旅行ってきました。充実しましたね。はい、とても楽しかったです。はい、じゃあ今からダンちゃんと遊びたいと思います。やばい、やばい、はにゃー、はにゃーくー、にかーん、やば、やば、やば。